これチビカジリムシ。はいどうもめチャンネルです。本日私はですね今いちご狩りやってきておりまして、本日はですねこれからアメリカンエクスプレスさんのプラチナカードのフリーステギフトを利用してですね軽井沢マリオットホテルさんの方にね泊まりにね行きたいと思っております。その前にね今群馬の方でいちご狩りの方にねレイ君初のねいちご狩りということでやってきております。はいということでね早速これから軽井沢の方にね向かっていきたいと思います。行ってまいります。はい、今ねチェックイン完了しまして、こういったねチュロスだったりとかドリンクね持っていきたいなっていうふうに思います。チュロス美味しそうだね。必要なねアメニティは事前にね持っていくような感じでございます、ね、メンバーラウンジでティータイムということですね、いただくことができます。はいではね本日は1つ上のね132号室となりますので向かっていきたいと思います。こちらの地下1階のフロアがですねロビーフロアの1個下に温泉とかがねあるみたいですね。はいこんな感じで本日は132ということで、もうエレベーターホール出てすぐですねこちらでございます。はいということですね、入ってまいりました。こんな感じ。はい1階ですけどね、まあ、ちょっと上になってるような感じのフロアですね。はい、結構落ち着いた感じでいいんじゃないですかね。まあ、とりあえずレイ君はね早くこのチュロスを食べたいようなので、いただいていきたいなと思います。こんな感じ。じゃあねちょっと詳細見ていきましょう。はいではね、玄関の方から見ていきたいと思います。本日は、ロビー階の1つ上のね1階132号室となりまして、エレベーターホールの正面という感じですね。ボトムの部屋になるのかなと思います。でこちらねルームキーを差し込んでいただいて電気がねつくタイプとなっておりまして、入っていただいて左手がねまず収納スペースとなってます。収納ね結構広いんですよね。アイロンだったりとかセーフティーボックスがございます。もうね荷物は入れさせていただいたんですけど、このようにね結構ボリュームあるんですよね。入れることが可能です。はいで入っていただいて右手がねすぐ水場ですね、トイレだったりとかお風呂、はいこんな感じになります。まあ、こちらのホテルね温泉の大浴場がありますから、まあ、朝とかねちょっと入る感じかな。はいこんな感じの、洗面台ウォシュレットございますね。足元には体重計もねこのようにございます。はいでアメニティ類はねこちら置いてなくて、先ほどレセプションのね、ロビー階のエレベーターホールの手前に、ね、置いてあったのを自由にね持っていくような感じとなっております。はい、はい、こちらがね入ってすぐ右手の、水場ですね。で姿見のね鏡がこのようにございます。で進んでいただくと、コップ類とお水ですね。で電気ケトルとお水、コーヒーとかはねなくて TWG の紅茶、こういった感じのね、コーヒー類、なのでコーヒーマシンはね特にないお部屋となっております。まあ、多分ね他のお部屋はあったりするんでしょうね。はいで冷蔵庫ありますけど特にね中に入っているということはございません。でこちらにね荷物置く台がありまして、はい、スリッパとかねこのように下にございますね。はいで浴衣、これあとでねちょっと調べてみましょう。館内着温泉入るにはこれ着てっていいのかねちょっと確認したいと思います。で今回はねオーソドックスな、こういったねツインタイプのお部屋となっております。まあ、空調のねコントローラーとかございますね。はいどうですかね。まあ、天高もここら辺ねくり抜いて高くなっておりますので、築年数の割にはね結構考えられてるのかなというふうに思います。上の方にねエアコンの吹き出し口があったりしますね。でベッドパネルの、サイドパネル、コンセントを1つ潰してUSB-A がねつけられるような形になってますね。はいまあこんな感じですね。はいレイ君は相変わらずソファー大好きですね。どうぞこのソファーいい感じ。はい、でテレビが、このようにあって、アカウントリゾートマリオットのねご案内だったりとかで、こちらコンセントが2箇所ございます。ゴミ箱、そして間接照明とかね、まあ、こんな感じですね。非常にシンプルですけど、まあ、広さはね、十分でございます。まあ、ここはね、今日温泉入ってゆっくりね、過ごしていきたいなというふうに思います。はい、軽井沢ね、いつも来るたんびに珍しくね雪が積もってるんですよね。はい、こんな感じです。いかがでしょうか。はい、ということですね、本日はこちらの軽井沢マリオットホテルさんの方にね、お邪魔させていただいております。今ね、チェックインが完了いたしまして、Wi-Fi 速度ね、今計測させていただきました。インターネット速度、ダウンロード下りが 25Mbps、アップロード上りが 27Mbps で、Wi-Fi 速度が 54Mbps となってまして、まあ、ずば抜けてね、速いっていうわけではありませんけど、まあ、通常のね、検索だったりとかっていうことに関しては、特にね、問題ないんじゃないかなというふうに思います。はい。で本日ですね、冒頭申し上げた通りですね、アメリカンエクスプレスのプラチナカードのフリーステイギフトを利用してですね、無料宿泊でお邪魔させていただいております。まあ、一つね、難点というとですね、まあ、ステータス保有していてもですね、まあ、基本的には、フリーステイギフト利用の場合はですね、ホテルの、許容範囲だったりとか、まあ、ホテルのね、ご厚意で、まあ、ステータスを受けられるところもあったりしますけど、まあ、原則はね、ステータス特典を受けることができなくて、まあ、例外なくね、こちらのホテルにつきましては、フリーステイギフトを利用の場合ですね、プラチナエリート以上であったとしてもですね、ラウンジの利用だったりとか、まあ、朝食の無料だったりとか、お部屋のアップグレード、レイトチェックアウトとか、まあ、空室状況関係なくですね、受けることができないという状況でございます。なので、朝食に関しましてはね、まあ、ちょっとね、明日11時、チェックアウトということなので、まあ、ここちょっとね美味しそうなので気にはなるんですけど、どうしようかなというふうに思います。でインルームダイニングなんかもあってですね、まあ、いっそのこと朝食インルームダイニングでね、いただくっていうのもありなのかなというふうに思いますね。結構ねインルームとかだと頼みたいと思っててもなんかね朝食会場行きがちじゃないですか。結構楽なのでいいかなっていうところもあるんです。ちょっとね考えたいなと思います。朝食の、インルームダイニングにつきましては4900円ですね。でそれ以外ねオードブルの盛り合わせだったりとかマリオットバーガーだったりとかね、まあ、インルームダイニング、利用していただくことができます。キッズボックスなんかもねあって、すごい信州牛のハンバーグとかがね出てくるみたいで4000円ですね。はい、ディナーボックス6000円とかもね、これも信州牛ステーキとかいいですね。結構信州牛推しなんですね。長野のね牛、和牛なんでしょうかね。でそれ以外の、飲み物だったりとかもね、こういったメニューがございます。で本日ですね、まあ、特典を受けることができませんので、明日は11時、チェックアウトということになってまして、まあ、ラウンジね、11時から20時半とかは、まあ、メンバーであればなんか利用がねできるという感じなんですけど、まあ、今回ね利用できなくて、まあ、もし利用する場合はですね、別料金で大人1名につき4800円、お子様が2400円だったかな、ぐらいの料金をお支払いしていただくことで、先ほどのね、ラウンジのカクテルアワーみたいなのは利用していただくことができるそうです。で、温泉の大浴場につきましては、営業時間朝5時から10時で、一旦ね、清掃の時間が入って15時から24時まで入っていただくことができまして、一応ね、浴衣、レセプションロビーを通らなければ、直接浴衣を利用してですね、温泉の大浴場の方に向かっていただくことはできるそうです。お子様はねおむつが取れたお子様であれば利用していただくことができるそうでございます。インルームダイニングはね朝の7時から20時まで。はい、でアンスパ軽井沢があってね、地下1階にスパがねございます。フィットネスセンター、18歳以上の方の利用のみとなってまして、24時間ね利用していただくことができますよっていう感じですね。でそれ以外ね、自動販売機とか、なんだろう、ゲストフロア101とか201の横にね、自販機コーナーがあるみたいな、ちょっとね見ていきたいなと思います。で自販機コーナーの脇にも電子レンジがね置いてあったりするみたいですね。意外とこういったリゾートの中であんまりそういったの置いてたりしなそうですけど、置いてあるんですね。はい、そんな感じでしょうかね。はい、でね、冒頭チェックインの時にねお見せした通り、2月1日からですね、アメニティグッズ、歯ブラシとかカミソリ、ヘアブラシだったりとか、アメニティコーナーにつきましては、ロビー階の方で必要な分だけ持ってねお部屋の方に上がっていただくという感じとなっております。はい、なので、今回ね、特にアップグレードとかもなく、一番ね、ボトムのお部屋で、アメリカンエクスプレスさんのフリーステイギフトを利用してるわけですけど、結構ね、広い。十分なね、広さかなというふうに思います。だから、もっとね、いいお部屋、温泉がついてるお部屋とかもありますけどね、そういったお部屋だと、もっと居心地は良さそうかなというふうに思います。はい。十分な広さかなと思いますので、こちらで、温泉だったりとかね、ゆっくり過ごさせていただきたいなというふうに思います。ディナーにね、つきましても、どうしようかなというふうに今ちょっと考えておりましてですね。やっぱり軽井沢のアウトレットもあったりするし、結構ね、便利なので、もう無理くりね、ホテルで食べなくてもいいのかなという気もしてるんですけど、ちょっとね、悩みたいと思います。明日の朝食も含めて悩みますね。はい。ということで、一旦ね、ちょっとゆっくりさせていただいて、この後、軽くですね、アウトレットの方でもちょっとね、プラッと行ってこようかなというふうに思います。はい、とりあえずですね、アウトレットの方にね、やってまいりました。めちゃめちゃ寒い。多分ね、今1度とか、そんな気温、意外と寒いですね。はい、ということで、今日はね、夕飯につきましては、こちらのアウトレットの方でね、いただいていこうかなと思います。いやー、結構ね、7時ぐらいで閉まっちゃうんですね。ちょっとね、散策していきたいと思います。はい、こちらね、上の方には、つららもねできるほど寒いですね。はい、今日はいただきます。それいただいてホテルに戻ってね、温泉に入ってゆっくりしたいなと思います。ね、お風呂、おきれいのお風呂入ります。温泉だからね。めっちゃでかい。なんか餃子まで入ってる。うん、餃子大好き。はい、ということでね、今戻ってまいりまして、お部屋に戻る前にですね、自販機コーナー、電子レンジがねこのようにございます。でそれ以外の、現金のみですね、自販機がこのようにございます。価格的にはそんなもんでしょうかね。はい。でその他ね、ビールなども置いてございます。はい。すぐね、こちらの101、201のそばに自販機、電子レンジが置いてあるのは嬉しいですね。ということですね、今お部屋の方に戻ってまいりました。下のね、ラウンジの方につきましては大混雑という感じで、2、3組ね待ってたような感じですね。なんだろう、カクテルタイムとかなんですかね。やっぱり8時ぐらいまでやってるやつかなと思うんですけど、めちゃめちゃ混んでました。私あいにくね利用できなかったので、つゆ知らずといったところでございますけども、今ね混雑してるうちにですね、ちょっとゆっくりをして、もう温泉の方にね、レイ君と大浴場の方に向かっていこうかなというふうに思います。それでね、ちょっとゆっくり過ごしていきたいなと思います。はい。ということでですね、お風呂の方に入ってきまして、さっぱりいたしました。どうでしょうかね。なんかめちゃめちゃ広いというわけではないんですけれども、露天風呂なんかも多分5、6名ぐらい入れる。でもね、ほぼ貸し切り状態でですね、レイ君とね、2人でずっと露天風呂入っておりましたけれども、脱衣所のところにはですね、ジュース、オレンジジュースと、オレンジソーダとアセロラとペプシコーラ、そして水と緑茶がね、選んでいただけるサーバーみたいなのもあってよかったですね。はい。風呂上がりのコーラも美味しいなと思いました。はい。で、今日はね、この後、22時からライブをお届けさせていただきます。そちらのアーカイブにつきましてはですね、今回につきましてはすいません、メンバーシップ限定とはなりますけど、一応ね、概要欄の方に載せておきますので、メンバーシップの方ぜひね見ていただければと思いますし、まだ入ってない方ぜひねご加入いただけることを、検討していただければ幸いです。ということで、ライブ後今日はねゆっくりさせていただいて、明日はね朝食やっぱりねここでねせっかくなんで食べようかなというふうに思いますので、朝食会にはね向かっていければなというふうに思います。ということで、ただね明日ね11時チェックアウトなので、まあ大丈夫だと思いますけど、ゆっくりしすぎてね、寝坊しない限りは、朝食ね、食べようかなというふうに思っております。ということで、また明日の朝お会いしましょう。おやすみなさい。はい、おはようございます。めちゃめちゃね、ぐっすり眠ることができました。天気もね、今日も快晴でいい感じですね。で今ね、もう朝、温泉の方に入ってきまして、もう8時回っておりますけれども、やっぱりね、8時ちょっと前ぐらいとかがね、一番空いてる感じですかね。私入った時は、2組ぐらい、入ってらっしゃったっていう感じですんで、やっぱり朝食のね、時間帯ぐらいに行くのが空いてるのかなという感じですね。はい。もうね、準備も整っておりますんで、これからね、早速朝食の方、食べに向かっていきたいと思います。ゆでくんはゆで卵を食べてます。ゆで卵美味しい？そうですね、こんな感じで持ってきました。美味しそう。これがね、浅野屋さんのパンですね。それ以外にもね、プチロールとかも浅野屋さんのパンで、こちらはね、浅野屋さんではないんですけど、美味しそうなね、フルーツデニッシュのパンですね。で、こちらフォーでですね、このようにパクチーね、いっぱい入れちゃったんで、フォーが見えないんですけど、まあ、こんな感じですね。はい、その他野菜だったりとか、はい、こういったね、ご飯のお供系がめちゃめちゃ美味しそうでしたね。この他にもね、そばだったりとか、カレーもありましたんで、もうね、メニューは豊富ですね。美味しそう。いただいていきましょう。野菜がね、めちゃめちゃ美味しそうでしたね。はい、じゃあね、いただいていきます。美味しそう。サラダがね、ほんとめちゃめちゃ美味しそうだったですね。で、チーズフォンデュのソースがあったので、ね、これでいただいていきます。チーズフォンデュソース美味しい。ご自身でね、別のお皿に入れてきたら多分、ね、チーズフォンデュできますね。うん。はい、じゃあね、浅野屋さんのパンです。温かいうちにいただきます。うん。バター塗りすぎます。美味しいですね。はい、じゃあ、信州わさび丼風のやつをね、いただいていきます。いただきます。うん。わさびが効く。わさびのね、粗削り、粗刻みみたいなのが美味しい。うん、ああ、めっちゃ効く。はい、続いてね、パクチーいっぱいです。うん。優しい味。私はね、パクチー大丈夫ですけど、苦手な方はね、当然入れなくても大丈夫ですね。あとね、フルーツデニッシュ、結構ね、サクサクなんですけど、追い焼きもね、していただくことできます。うん、うん、はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、ご飯美味しかったです。種類も豊富ですし、やっぱりね、白米とお野菜とパン、めちゃめちゃ美味しかったですね。まあ、その他ですね、やっぱりご飯のおかずですね、野沢菜だったりとか、わさび漬けとかね、ああいったのも本当に美味しかったですね。最高の朝食でございました。で、今回ね、初めてこちらの軽井沢マリオットホテルさん、宿泊させていただきましたけれども、まあ、フリーステイギフトを利用してですね、まあ、残念ながら、ステータスの特典をね、利用して、宿泊することはできなかったですけれども、まあ、それでもね、結構満足いく、ホテルかなというふうに思います。まあ、ただね、結構やっぱ競合がありますんで、ホテルインディゴ軽井沢さんだったりとか、まだね、私も宿泊できてないんですけども、ヒルトン系のですね、キュリオホテルだったりとかもありますんでね、まあ、そういったところ、あと道中にね、夫婦なんかもありましたんでね、競合がやっぱりひしめく、軽井沢だなというふうに思いました。またね、次回、来る機会があればですね、まあ、ぜひ、露天風呂がね、お部屋についてるお部屋に宿泊してみたいななんて思ってたりしております。はい。どうだったレイ君、こちらのお部屋。楽しかった。楽しかった。どこが良かった？いちご狩り。いちご狩り。はい。ということなので、まあ、ホテル関係なかったんですけども、まあ、長野、軽井沢ね、めちゃめちゃ楽しむことができました。ということでね、今回の動画につきましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方は、ぜひね、高評価ボタンとコメントを気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄の方にですね、各種 SNS の URL も貼ってありますので、ぜひそちらの方もフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方では、こういったね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報のお見逃しがないより、ぜひね、チャンネル登録とベルマーク、通知ボタンを押していただいて、次回以降の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。